こんにちは、清水藤枝応援おじさんです。2024年10月5日土曜日午後4時を回った時間となりました。明治安田 J2 リーグ第34節藤枝前 FC VS いわき FC の試合を観戦応援しに、今私ここ藤枝総合運動公園サッカー場の目の前で動画を回しております。本日雨模様で、気温も比較的高く、そして湿度も高いためですね、じっとしている分にはいいんですけど、少しでもですね動くと、体を動かすと、かなり空気が体にまとわりつくような、そんな湿気の多くてですね、運動する人間には、スポーツする人間には、サッカーする人間には結構厳しい状況だと思います。だもんですから、今週、あと静岡中部はこんな、気温が高くて湿度も高くて厳しい状況だったんで、いわき FC さんよりは圧倒的に藤枝前 FC の方が体の順応ができていて有利だと思います。前節のように退場者を出さなければ、必ずと言っていいほど有利な状況で勝てると思いますので、ぜひ、藤枝前 FC 11落ち着いて試合を進めて今節勝っていきましょう。ではあと1時間ほどで、ゲーム始まりますので、スタジアムに入場したいと思います。背番号30の内山圭、
試合に先立ちまして先日の試合で達成した記録について表彰を行います。9月14日のベガルタ仙台戦で榎本圭吾選手が J リーグ通算100試合出場を達成しました。記録を達成した榎本選手にはこちらの方から花束が贈られます。菅原博道選手から榎本選手へ記念の花束が贈呈されます。
ダメだな、これ申し訳ないけど、まあ、残留は確定した。2024明治安田 J2 リーグ第34節ホームタウン大津で藤枝前 FC 対いわき FC の試合はご覧のように1対1の引き分けで試合を終了いたしました。この後選手
手たちがスタンドの皆様へご挨拶を行います。混雑防止のため前列への移動をお控えください。ご自身の座席からお楽しみください。なお本日大雨により第2第3駐車場が水没する恐れがございます。車でお越しの皆様は速やかに車までお戻りいただきますようよろしくお願い申し上げます。大事でよかった。おい水没。自由の村の地で魂がカサカサのまま光られて、もうすぐに君も呪うくらいなら、俺の名をそっと呼んでくれ。君が何度も頬骨を撫でて、悲しみが目線やドラの気に出して、今ノーメビーのキャストで走り出すエンドに立って僕は清水藤枝応援おじさんです。明治安田 J2 リーグ第34節藤枝あんま FC VS いわき FC の試合は1対1の引き分けで終わってしまいました。悔しい悔しいドローゲームで終わってしまいました。この結果藤枝あんま FC は勝ち点を46までしか伸ばすことができなかったために J1 昇格プレーオフがもう絶望的となってしまいましたね。現在暫定ですが J2 リーグ第2位の
千葉さんから第6位の仙台さんまでが勝ち点55で並んでおり、残り4節残してこの3チームが58以下のですね勝ち点で済ませるはずがないということで、藤枝の J1 昇格プレーオフの参入は、まあ、ほぼ絶望的となってしまいました。はい、ただですね、今節、終了時の勝ち点が46になったことで J2 リーグの残留は確定しました。来年も J2 リーグで戦えることがですね確定したもんですから、はい、頑張っていきましょう。そして、試合内容の方なんですけど、前半16分で矢村健選手がちょっとアクロバティックなボレーかな、ボレーシュートを、滑り込みながら決めて素晴らしいシュート決まったんですけど、なかなか追加点が取れずに、後半43分終了間際ですね、試合終了間際に有馬選手に同点で決められてしまっての悔しい悔しい引き分けとなってしまいました。ここに来てやはり矢村健選手への得点源依存問題が、如実に、この試合結果に現れてしまいましたね。はい、そして今節、須藤監督なぜ交代カード3枚しか切らなかったのか、ちょっとそこがおじさん的には不満の残る結果となってしまいました。あと2枚切ってほしかったなと。勝ち切るんだったら朝倉選手と島袋選手、投入してもよかったんじゃないのかなと思ってしまっています。そして、ちょっとまあ個人攻撃見たくなっちゃうんですけど、千葉寛太選手、最後の場面ですね、ほぼ試合最終場面のところでほぼ走れなくなって、クロスが上がってきたボールも競れなくなってきてしまっていたんで、ちょっとこれ情けないぞ千葉寛太、もっとできるはずだぞお前は、お前は清水エスパルスで乾隆と北川光也の何を見てきたんだ、もっとできるはずだ、もっと頑張れるはずだ、だからもっと頑張れ千葉寛太、もっとやれるはずだからもっと頑張ってくれ千葉寛太。はい、というわけで次節以降千葉寛太選手もっと頑張ってください。はい、というわけで藤枝前橋、残り4節全部勝ってもらって、今年は今季は、一桁順位で終わりましょう。というわけであと10分ほどで、選手バスが、出発すると思うので、選手バス見送って帰りたいと思います。では清水藤枝応援おじさんでした。